んなに暇なら手伝ってくれてもいいのよ。おいおい、私のほうきは掃除用じゃないんだ。逃げろ。ん、大変大変だ。エンマが来た。エンマ、地獄のか、何しに。あいつ説教が趣味でさ、非番の日にはこっちに説教しに来るんだ。捕まったか最後丸一日ぶっ通して説教されるんだよ。私、説教されるようなことしないわよ。あいつ鏡でこっちの異教種に等速全部見てるんだ。必ず隙を見つけて説教してくる。しかも正論ばっかだから反論できないし。鬼の力でなんとかしろよ。エーマなんだってば。やっつけられたとしても死んだらあの世であいつに裁かれるんだよ。地獄行きにされるのが落ちたって。生きてる限り勝ち目なしか。なるほど、それはもう逃げるしかないな。あ、やばい、もう来た。またな、デーム。あんただけ逃げようって。そうはいかないわよ。うわ、またすごい嫌がってますね。別に喜ばれるためにやっているわけではありません。エイキ様がこうして説教して回ってるのは、シガンの連中の死後の罪を少しでも軽くしてやるためなんですよね。大丈夫ですって。エイキ様がみんなにやられててもあたいだけは分かってますから。いらぬ心配です。とっとと自分の仕事に行きなさい。はい、行ってきます。まったく。それでも友達か。こっちのセリフよ。ピロの竹節の中に、うなる新聞は不滅。